ポンチョに、夜明けの風はらませて、は、早見和馬による小説。卒業式を控えた、高校生と旅先で出会う、人々の物語。2013年小電車より観光され、2017年には、実写映画が公開された。ないものねだりな性格で、お調子者の主人公、また八、イケメンなのにどこか不に落ちないザウの名マニアのジン。 身も心も大きくて心優しい天ぷら屋の跡取り、ジャンボ。花々しい高校デビューを企むも、敗北続きの3年間。このまま終わるわけにはいかない幼馴染みの3人は、卒業式でゲリラライブを計画し、何かを変えようと奇跡を信じて、旅に出た。サンダーボルト号と名付けた車で道中様々な出来事や人々に出会い成長を遂げてゆく。 果たして同級生が待つ卒業式に間に合うのか、ライブは決行できるのか、人生最高の別れを迎えることができるのだろうか。2017年10月28日公開の青春ロードムービー。監督は世界グッドモーニングで2010年ピアフィルムフェスティバル審査員特別賞を受賞第29回バンクーバー国際映画祭ドラゴン タイガー・ヤング・シネマ・アワード・グランプリを受賞し、ポンジュの監督、ジャジャン・クーカ督ンクなどから絶賛された、ホームシックなどでも知られる、広原明。脚本は、スイッチガール。2、プラージュを手掛ける大浦光本。若手実力派俳優が結集し、公開に先駆けて、全国上映を目指し、モーションギャラリーにて、クラウドファンディングを2017年7月12日まで実施。 主題歌は忘れらんねえよが書き下ろし、新たなキャストに西田直美、佐藤二郎、角田昭弘が発表された。キャッチコピーは、あの頃を忘れてしまった大人たちへ送る、青春覚醒ロードムービー。人情け深くてお上司者のまた蜂、クールで知的な人、心優しいマイペースなジャンボは、なんとなく過ごしてきた、高校3年間にピリオドを打とうと計画。 仲間の中田と共に卒業式で乗っ取りライブを結婚すべく、高校最後の旅路へと向かうのであった。自分探しの旅でも、ある道中で、グラビアアイドルの愛、風俗嬢のマリアと出会い、様々な出来事を経験しながら自分たちの生き方を見つけていく、波乱万丈な青春ロードムービーである。2017年10月28日より、新宿武蔵野館他にて順次公開。 また、新宿シネマカリテにて第4回、カリテファンタスティック。シネマコレクション20177月15日から8月18日開催で先行プレミア上映される。ありがとうございます。